来ました。じゃあうおー、さすが。なぜか一つ竿が流れてきて、釣りのために大阪から帰ってきた。食べれる魚を釣るために大阪から帰ってきました。でもね、3日間ね、大阪ですごい楽しかった。いろんなことを勉強し、今回充実した3日間の、ね、旅になったんですけど、一人でやってや。いや、無理やろ。絶対無理やろ。見たの見た？見た見た。すごいね。あんなん強いのに。すごい。いや、でもちょっと低かったらどうしようってなった。ポイントからね、負け去ったのがすごい重要であって。らしいですね。うん、じゃあちょっと作戦1。
これぐらいを入れまして、あでもこんな感じ、うん、いいか、うん、じゃあこれを巻きます、はい、この辺に、はい、どうかな、まあまあ、作らなかったら多分気持ちの問題かもしれないけど、今これで釣れると、これ釣れると確信しとるけ、来ました、来ました、いいよ、さすがいきなり来たな。どうですか、これ見てください。ちょっと待って。取れました。どうですか。取れましたね。もうあの取れた瞬間にすぐ竿を渡してけど。やべえってね。もう向こうの方面まで行ったよね。バーってね。そう。はい。さっきの作戦が。絶対良かった、良かったよね。そうだね。餌のお汁を。そうだね。下のやつか。はい、これあげるわ、これ。当たったよ。え？雨や、雨降る。なぜか一つ竿が流れてきて引っ張ったら鯉がついてました。鯉と一緒に竿が流れてきましたよくあるんですよ、池を持ってかれて落としたらっていう、これはまさにまた新しい竿に、あのなんていうか、おとぎ話であるな、そう、あなたの落としたものはあ、そっち金のようになりましたよかったね、取り上げられんで、よかったね、こういう感じで、はい、そうですね、というわけで、餌が食ったいいですよ、もうね、こういうわけですよ、そういう、まあでも2匹、まあね、まあ、1匹釣れたけど、まあ、もう一匹は変な形で竿が釣れたけど、その竿がなんか泳いできて流れてきたけど、竿を釣ってその竿には鯉が釣れてた。でもね、一匹釣れたから、うん、いいんじゃないですか、よかったです、はい、はい、というわけで、今度は食べれる魚を釣りに行きたいと思います。はい、それではまた次の回まで、はい、さよなら、魚がお送りしました。はい、はい、私事ですよ。あ、待って、私引っかかった。マジで。ちょっと待って。最後、ちょっと待って、私引っかかったんだけど。
この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。